はい、皆さんこんにちは。グローカルのマサです。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でも、はい、アジア海外協力隊出身で柔道の普及をされている村上さんにお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、はい、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、村上るきやと申します。青森県出身でちょっとなまってるんですけども一応大学卒業後アフリカのボツワナっていう国に行って柔道普及の活動をしてきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと早速なんですけども、はい、海外のこと聞きたいんですが、はい、その前にちょっと手だけ見てもいいですか。これ見てんな。これ何か分かる、これ可愛くない。柔道には似合うんだけど。これどうしたんですか。国の国旗です。ちなみにこれはどこ。これはベトナムです。あ、ボツワナです。これはドイツです。ウガンダです。え、なんでウガンダ。いや、今日ウガンダって聞いてたんで。すごい、確かにそうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、いえいえ、午前中ちょっとネイルしてきて体に似合わないですね。はい、すいません、ちょっと話されて、はい、そもそも村上さんが海外というか、はい、国際協力とかに興味を持ったきっかけっていうところもお聞きしたいんですけど、はい、まあ、とはいえ今、はい、柔道を普及されているっていうところもお聞きしたんで、はい、そもそも柔道との出会いっていうのを簡単に聞きたいんですけど、はい、どんな出会いだったの。柔道は保育園の頃にお父さんに道場に連れて行かれたことがきっかけです。早っ、はい、じゃあそこから柔道を始めると。でも一回あの保育園の年長の時なんですけど、冬に行ったんで足が冷たくて行かないって言ってで、小学校1年生になってもう一回暖かくなってきて、もう一回行ってそこからずっとやってるっていう。一回3日坊主してます。そんな出来事があったんですね、はい、それがいわゆる柔道のきっかけですね。そうですね、はい、そこから海外とか国際協力のきっかけとかってどうやって入っていったんですか。それはもう本当の大学卒業間際だと思います。あ、そうなんですか、はい、じゃあそれまでは海外もそんなに近くはなかった。あ、全然近くないです。あ、そうなんですか、はい、大学は東京ですか。大学も青森です。あ、そうなんです。生粋の田舎者です。ちなみに大学生の時は、はい、海外旅行とかも行ったりしました。は、一回もないです。あ、そうなんだ。1回高校の修学旅行で韓国に1回だけ行ったことがあるくらいで、はい、なるほど。実際初めて行った韓国はどうでした。みんなと一緒に行ってるんで、うん、周りは結局同級生で、はいはいはい、新大久保みたいな感じで。すごいよ、青森の人から新大久保って言って。そんな感じです。もっとこう海外感あるのかなと思ったんですけど。ああ、そうなんです。ソウルメインだったんで、はいはい、景色東京とはも変わんないなぐらいな感じでした、ね、なるほど。じゃあ、まあ、はい、海外に行ったは行ったけど、はい、特にあ、これが海外かみたいな感じはなかった、ね、なかったですね。なるほど、はい、大学4年の時に国際協力とかも含めて、はい、興味を持ったってところあると思うんですけど、はい、それは何がきっかけだったんですか。まず最初はオリンピックの合宿招致で、はい、ブラジルのパラリンピックの柔道の選手が青森県の弘前市っていうところで弘前市の合宿招致して、それでうちの大学で受け入れて一緒に合宿1ヶ月ぐらいとかして、その時に海外で柔道っていうことにちょっと興味を持って、あともう一つは前田光代っていう柔道家が今から100年ぐらい前にいたんですけども、その方が海外に柔道を普及するためにいろいろ渡り歩いた人なんですけど、海外で海外で、その人卒業研究で研究して論文書いたので。嘘、大学でそれを研究してたけど。めちゃくちゃ面白い。どういう研究をするんですか。聞き込み調査とか文献読んだりとか、うん、まあ、その人も出身が青森の柔道家なので、そうなんですね、そういうこともあって、それで卒業論文でいろいろ調査して感銘を受けて俺も海を渡ろうはいはい、はい、っていうのが大きい2つですね。ありがとうございます、はい、実際ブラジルの選手が日本に来て、はい、まあ、1ヶ月間ずっと一緒に練習とか試合とかも多分すると思うんですけど、はい、ブラジルの人と実際柔道で試合とかしてみて、はいはい、どうでした感覚としては。パラリンピックの選手だったんですよ。そっか、なので今までやってきた柔道と違う、はい、組んだ状態からスタートでやるので、はい、力とか強くて小細工なしっていうか全部がガチンコ勝負っていう感じだったので、はい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 、そのパラリンピックの柔道っていうのをしたのも初めてだったので、その時はいろんな意味で新しいものと出会いたいような感じがして、で目が見えないので会話が重要になってくるじゃないですか、はいはい、でもポルトガル語も喋れないし、あっちも日本語喋れないしっていう、けど柔道ではつながれるっていうのをそこで知ったというか、はいはい、新しい発見で言語通じなくても一緒に柔道でつながれるんだっていうことを初めて体験した時期だったんですね。今までは日本人と試合とか練習することは多かった、はい、もちろん大会の中で外国の方はいらっしゃるかもしれないけど、はい、1ヶ月間ずっと練習も一緒にやってきたというのは初だったと、はい、初めてですね。なるほど、
はい、それは柔道を通してコミュニケーションできるんじゃないかなって、はい、面白さを感じたってことですね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ実際それで海外に興味持つじゃないですか、はい、その大学生の時に応募とか自分も海外行ってみようとかは思わなかったわけですね。大学4年生の時に応募してるんで、はい、あ、協力隊を、はい、ちなみに、はい、JICA 海外協力隊はどこで知ったんですか。まずなんか海外に出たいって思って、はい、で柔道を自分のツールで出たいって思って海外柔道って検索すると、はい、結構あの協力隊の柔道の記事って出てきて、はい、あ、こういうのあるんだから始まって、はいはい、たまたまそれを見てたら青森県で説明会開催何月来月だっていうのに申し込んで最初説明会に行ったんですよ。いろいろ OB とかのお話聞いて行きたいなってその欲がさらにこう高くなって、うん、その後に実際に応募したみたいな。なるほど、そうだったんですね。実際、はい、柔道っていう職種はあるじゃないですか、はい、で国もあるし養成内部もあると思うんですけど、はい、応募しようとした時は、はい、どこの国に行きたいってあったんですか。募集に書いた国はサモアとかフィジーとか、はい、そっち系の国に書いてあ、そうなんですね、はい、海きれいな島に行きたいその時あのちょうどあのモアナが流行ってて、はい、いやいやディズニーじゃん楽しそうだなと思って、モアナの国って喋ると大体サモアとかフィジーとかあの辺の国が出てきたんで、うん、ちょうどあったのでその辺を書いたんですよね、はい、実は。あ、そうなんですか、はい、書類通ります、はい、通って、はい、面接じゃないですか、はい、柔道の面接は何聞かれるんですか、はい、いやあまりちゃんと覚えてないんですけどもあれ受けたよね、はい、受けたよね。なんでこの国を書いたのっていうのは聞かれてやばいと思って、ディズニーのね海の綺麗な島国でとかは言えずに、はい、これは一応書いたんですけどもってどこでも行きますって言いました。正直に、はい。そしたら何て言いました、面接官の方。そうですかっていう感じで、まあでプラスアルファその国写真とかついてたんで、あの妖精のところにイメージ湧きやすかったので書きましたっていう感じで言ったんですけど。あ、そうなんですね、はい、で実際それで面接は受かった。はい、受かりました。でそれで合格通知届きます、はい、どこの国だったんですか。ボツワナ海ない。聞いたことありました。ないですあれってアフリカですよね。アフリカの真ん中ですね、はいはいはい、海ないし、海ないなんなら砂漠です終わりましたね。乾燥地帯です、はい、でもそれもらった時これどこの国だろうって思ったのはあったと思うんですけど、はい、行かないっていう選択肢はありました。あ、それはなかったです、ね、それはなかったですね、はい、じゃあもうどこでもいい、どこでも、はい、いいって思ってました、はい、そこからボツワナ調べました。いろいろ、はい、どんな国だと思いました。いや意外とボツワナって調べても、はい、写真とかが野生の動物とか出てこなくて情報量がねあれと思って大丈夫かなと思ったんですけどあ、そうだったんですね、はい、じゃあもうその情報で行くと、はい、でも柔道ってボツワナにもあるんですね。あるんですよね、はい、それはそもそも日本人が普及をさせたって感じなんですか。もともと20年くらい前からスポーツとしてはあったんですけども、ジャイカの隊員としては自分2代目で。あ、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあボツワナっていうのを調べるだけで調べて、はい、日本からボツワナに行くわけですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、まあ、この動画では、はい、まあ、村上さんがどうして国際教育に興味を持ったかっていうところから、はいはい、ジャイカ海外協力隊に入るまでのきっかけみたいなのをお聞きしたんですけど、はい、次の動画でジャイカ海外協力隊でボツワナ行きますよね、はい、海ないところですけど、はい、ちゃんと活動できたのか、はい、そこの部分ちょっとお聞きしようかなと思ってます、はいはい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。